どうもこんにちは、三浦です。ポケモンレジェンズアルセウスやっていきたいなと思います。今回の動画はダイヤモンドパールに出てきた御三家をゲットしに行きたいなと思います。まずヒコザルが黒曜の原野に出てくるということで、確かにね、前々回ぐらいの動画でヒコザルが出てたのね、確認してるんで、ちょっと行きましょうか。偶然見つけたんですけど、ここですね、ハマナスの島っていうところに出てきて、これ実はですね、翡翠の化身っていうサブクエストがあるんですけど、ランドロスが出てくる場所でもあるんですよね。ちょっと行ってみようか。ヒコザルと、あとヒコザルのね、もう進化した親分も出てきます。ここ親分と普通のヒコザル両方ちょっとゲットしようかな。あ、いる。あそこに親分がまずいるでしょ。多分、あ、あそこにヒコザルがいるね。まずヒコザルから行こうか。ヒコザルは多分バナナ系が多分いいんじゃないかなと思うけど、バナナ持ってるかな。バナナじゃねえしな、これ7の実か。で、できるんだったら背面からボールを投げた方がお金ももらえ、たくさんもらえるし、あと捕獲しやすいということで、後ろ向いてくんねえかな。オッケー、よっしゃー、ヒコザルゲット。さあ、あとあいつ行こっか。豪華ザルだったっけ、確か名前。本当は峰打ちを持っているポケモン入れた方がいいんだけど、深丸がそのうち進化して多分峰打ちを覚えると思うけど、現状だと使えるやつが誰もいないから、まあ普通にちょっと戦っていきます。いて、こいつなんか豪華ザル、ちょっとね、一回捕まえようと思ったんだけど、なかなか捕まえられない。あれだな、捕獲用のポケモンをちょっと育てるのをしてこなかったから、ちょっと捕まえるの大変。あー、勝手に死んじゃうんだねこれね。マジか。そっか、峰打ち使ってもあいつダメだね。自分で反動ダメージで自分で死んじゃうから、きついな、あいつ捕まえんの。ちょっとあいつは後回しで他の御三家行くか。次はナエトル行きます。グレンの湿地に出てくるらしい。出てくるのがおそらくここら辺なんだよね。行こう。あ、発見した、あそこだ、目の前にいる。ここだね、熊の稽古場からずーっとずーっと右に行って、なんかこのちょっと池みたいなとこあるんだけど、ここにいるね。ゲット。ナエトルの親分はちょっといないのかな。ヒコザルはね、豪華ザルがいたけど、豪華ザルの親分がいたけど。さ、最後はポッチャマ、群青の海岸。ですね、砂浜ベースからずーっと北に行って、ここだ、この池の近くで出るっていう話だけど。あ、いる、いたいたいた、ポッチャマいる、この下にいる。ちょっとこの目隠し玉で OK。
っしゃーゲットした多分あよかった捕まえるのはそんなに難しくないねまあなるべくこのゲット捕獲の確率を上げるためにあの背面にぶつけた方が弾を背面背中からぶつけた方が捕獲率アップするらしいんで一応やってみたけどおいしこれで3匹全部ゲットしたけど結局ヒコザル以外は親分も出てこないね一番あの最初の進化する一番最初の状態でしか出てこないな他の2匹はヒコザル以外はおしこの3匹もあれだねアルセウスに遭遇するためには全てのポケモンとあの出会わなきゃいけないっていうのが条件なんでこの3匹も多分その条件入ってまあ入ってるだろうなはいということで今回はね御三家ダイヤモンドパールの御三家のねポケモンを、ゲットしてきました